試合できる。すごい人数今回いっぱいいるんで、湖の方もだいぶ人が多く今日も浮いてると思いますんで、安全第一で、つけていただければなと思います、状況がどうなのか、ババちゃん連れてるのかな、なんかちょっと どういう状況なのかわからないですけど、あのいい魚をぜひ、つけてもらえばなと、そして今日は何といっても、アムロナミエが引退しますなのであの皆さんも悔いの残らないように、全力で釣ってきてください、はい、いい魚を期待してますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。釣りの大会になりますんで、ルールだけは皆様ここだけはしっかり守っていただいて、安全に今日釣りを楽しんでいただけたらと思います。今日はですね、ブラックバス、3匹の総重量ですね、対象魚はブラックバス、ラージマウスのみとなります。3匹の総重量の対決となりますので、3匹以上の魚を持ってきても測れませんので、必ずライブウェルの中には、3匹の魚で収めてきてください。で、魚が弱ったら怖いから余分に1匹入れとこうとかっていうのはもちろんなしですので、ライブルの中には1人3匹までのキープ、2人乗りのお客様はもう必ず6匹までになりますので、多く釣った魚は入れ替えをしていただくように、お願いいたします。で、キーパーサイズが一応設けてありまして、本日は20センチですね。まあ、でも20センチジャストでも大丈夫ですけど、1ミリでも足りないともちろん天領の対象外となりますので、帰宅天領の最終締め切りは12時となっております。今日出てるんすか？今日出てますよ。あれ松下っすか？松下から出てます。おー、ノーバイトですけど。ノーバイですか？あ、野良ネズミ1本バルしましたよ。マジかやばいな、シュウエイ君が野良ネズミはまずいな。練習しました？いや、2ヶ月ぶりぐらいですかね。俺も多分1ヶ月ぶりぐらいで。へー、なんだよ、やべえのがいるじゃん。優勝候補をいっぱい取っとく。いや、もう釣れる試合ですからね。はい、はい、はい、ポーズ。はい、こっち向いてください。はい、あー、これやべえなー。こっちの筋にいるのがやばい。野村行け、野村。危ねえなー、もう野良ネズミやばいなー。ここ、ボイルしてないね。今日してないっすね。上なんだろう、ターンオーバーみたいにしちゃってんすかね、ちょっと。途中ちょっと水かなり悪そうでしたね。じゃあやっぱもう一気に上まで走って、浅いとこで難しいけど出たらでかいみたいな探した方がいいのかな。ダメだ、迷走しだした、もういきなり早朝から頑張りましょう。うい、
ドライブ SS ギル。朝一はドライブ SS ギルに来てくれました。3匹目リミットメイク。よし、ドライブギル。暴れた。940よいしょ、よいしょ。3匹目940。これで3回目なんで、4回目ですか。はい、はい、まあ、毎年無事に終了してよかったと思いますね。まあ、僕実は来年からちょっとアメリカのトーナメントの方に参戦するんですが、まあ、日本のちょっとトーナメントの方は、今年で一度、お休みしようかなと思ってるんですが、アメリカに引っ越すわけじゃないので、基本的に日本で活動しながら、向こうのトーナメントに出場するのに行ってっていうスタイルでやろうと思ってます。今後も日本での活動はこのまま継続してやっていくつもりです。でリスタイルとしても、まあ、基本的には、ね、日本のフィールドに合ったものを、これからも、開発していきたいなと、思っています。まあ、そのルアーの中で、まあ、皆さんが長考、に行かれた際に、魚が連れて手助けになれればなと、思います。まあ、これからも、いいものを、よりいいものを作っていきたいと思っています。そして大会の方はどうですかね。まあ、スケジュール次第で、
はい、いやなんか来年やんないと寂しいですよね、やってほしいですよね、いや左俺だけ違いますよ、みんなやりたいですよね、はい、雨来年降るか分かんないですから、来年雨降らないかもしれないから、はい、そこらぜひ時間があるようでしたら、はい、よろしくお願いします、はいはい、ということで、はい、一日お疲れ様でした、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。